女性活躍推進委員会を組成して、新たな地形を得ながら、女性の活躍を進めていこう。大手総合商社の伊藤忠商事が新たに設立を発表した女性活躍推進委員会は、すべての女性社員が能力を発揮することができる企業風土を作るための組織です。スピード感を持った支援を行うために、委員会は取締役会直轄の組織として運営され、委員長を元厚生労働省事務次官で社外取締役である村木厚子さんが務めます。取締役会が責任を持つという形にしたというところが非常に大きな意義がある。難しいけれども、ちょっとこう丁寧にやっていかなきゃいけない、そういう段階に来てるのかなと思います。今後、育児や子育てなど個別の実情に合わせた具体的な支援を協議し、実施していくということです。